リークアンユー、リークアンユー、日本、五読み、リ、公1923年9月16日、旧暦8月6日から2015年3月23日は、シンガポールの政治家、初代首相、首相退任後、上級省、内閣顧問を歴任した。初代首相就任以降、長期にわたり、権威主義的政治体制、 いわゆる開発独裁を体現し、独裁政権化ながら、シンガポールの経済的繁栄を実現した。自助伝によると、八系家系華人の四世にあたるという、祖,祖父の李牧園、李牧文は、同治元年、1862年に、真の関東省から、イギリスの海峡植民地であったシンガポールに移民した。本人は、自分のことを、実用主義者、 マラヤ人と称している。不可知論者。英語を話す家系に生まれたクアンユーは、幼くして、英語教育を受けた。祖父のリーフンロン、リウンリュウからは、クアンユー、紅葉の、花名と共に、という英語名も授けられ、家族や親しい友人からは、現在でも、と呼ばれ、親しまれている。このような歌人家族は、当時のシンガポールでは一握りのエリートで、 海峡家人と呼ばれる。彼は幼少期には中国語ができず、中国人の友人はほとんどいなかった。彼が一緒に遊んでいたのは、マレー人で、復権語が入り混じったマレー語で話していた。妻のとは1950年9月30日に結婚し、二男一女を設けた。私より優れた頭脳を持つのは妻だけだと冗談交じりに発言している。 二人の息子はいずれも国内で交換の地位についた経験がある。陸軍巡将であった長男のリー・シェンロンは2004年より首相兼財務大臣の地位につき、財務大臣は2007年に兼任を解く、シンガポール政府投資公社の副議長も務めているクアン・ユーが議長。次男のリー・シェンヤンは国内最大の通信企業であるシングテルの CEO を務めていた。 現在は退任している。シンガポール航空や DBS 銀行のような政府、関連企業の持ち株会社である、テマセクホールディングスが、現在シングテルの株の56%を保有しており、そのテマセクホールディングスは、長男シェンロンの妻である、ホーチンが社長を務めていた。国立の神経科学院を運営している長女、ウェイリンは、独身を貫いている。妻のクワゲオチュは、 以前、D&D 法律事務所を夫と共同運営しており、クアンユーの弟であるデニス、フレディ、スワンユーの3人は、同事務所のパートナーだった。他にも、モニカという妹がいる。このような同族支配体制とも取れる現状に、クアンユー自身は、遠赤者に対する持続的な特権は存在せず、おののの能力に見合った地位に置いているのだと述べている。 テロッククラウ小学校、ラッフルズ学院を経て、ラッフルズ大学で学んでいたが、太平洋戦争中の1942年に、日本軍によるシンガポール占領とイギリス植民地政府の崩壊に伴い大学が閉鎖され、学業を中断せざるを得なくなった。その間はタピオカを利用して作った、スティックファスという接着剤を闇市で売って、生計を立てていた。また、 リーによれば、シンガポール家境粛清事件の際、自身も集合場所に集められ粛清に巻き込まれかけたが、近区内の友人宅で1日半ほど待機していったところ、審査済みとされ、難を逃れたという。さらに、日本語と中国語の学習をはじめ、翌1943年から1944年までの間、日本側と共同して、 湘南特別市の報道部において、連合国の通信を盗聴した内容を翻訳する、業務に従事した。戦後の1945年に、イギリスへ留学、ケンブリッジ大学のフィッツ・ウィリアム・カレッジで、法律学を専攻し、後に名誉交友となる、1949年に、主席で卒業した後は、短期間ではあったが、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスにも通い、 同年に帰国した後は弁護士資格を取得し、という法律事務所に勤務した。勤めていた法律事務所の上司ジョン・レイ・コックが、新英政党、新保党の候補者として、立法審議会選挙に立候補した。この時に運動員を務めたことから、D の政治的経歴が始まる。しかし党が、大衆、 特に過人系の労働者階級からの支持を得られず、リーは党に将来性がないことを直感した。1953年に、デンデル新憲法が選挙権をシンガポールで生まれたすべての人々に付与する項を決め、中国語話者の有権者が著しく増加した際に、この傾向は特に明確なものとなった。労働組合や学生自治会の法律顧問として雇われていた際、 過人系の住民とつながりを持つようになり、労働組合の運動指導者にまでなり、これがリーにとって大きな転機となった後にリーが創設する人民行動等は、この歴史的な絆をストライキの際の交渉手段として利用することとなる。1950年には、イギリスを追い出し独立を達成できるのは、マラヤ共産党だけであると演説している。共産主義には疑問を感じていたが、 マラヤ共産党の抗日、繁栄運動への貢献は認めている。1954年11月21日、ビールを飲むブルジョアたちと称した、英語教育を受けた、中産階級グループと共に、人民行動党を創設した。党の創設は、要求的な労働組合との政略的な連携を通じたものだった。これは、英語教育を受けた層は、 状況派からの多くの支持が必要だった一方で、マラヤ共産党が違法とされており、共産主義者たちがカモフラージュするための非共産主義政党を欲していたことに期する。この連携をリーは政略結婚と称した。両派の共通の目的は、実地に賛成する世論を喚起し、イギリスによる植民地支配に終止符を打つことだった。決闘式はビクトリア記念ホールで開催され、 会場は1500人にも及ぶ支持者と労働組合員たちで埋め尽くされた。リーは当初基調のトゥンク・アブドゥル・ラーマンや歌人系の住民を代表するマレーシア歌人協会のタンチェンドクが神道に信頼を与えるためのゲストとして招生された。当時のムスリムと共産主義者との蜜月はリーがカイコロクで後に制定するシンガポールの国旗の3日月は 国内のイスラム教徒に配慮し、5つの星は、国内の共産主義者に配慮して中華、人民共和国の5世紀をモデルにしたと語っている、ことにも現れている。1955年の初当選以降は、野党指導者として、デイビッド・マーシャル率いる与党の労働戦線による連立政権に対抗し、ロンドンで、マーシャルと彼の後継者であるリム友クによって二度に、 またて開催されたシンガポールの未来に関する会議にも人民行動党代表として参加した。一方でリーの要求的な側近たちはしばしば過激な行動に出る集会に参加したことからリーは彼らから距離を置くようになったがその一方でことあるごとに政権与党を無能であると批判し続、この頃からリーは党内外の政敵たちと戦わざるを得ないようになった。 1957年に、陽教派が偽の党員たちを利用して、党権を掌握すると、リーは一時的に初期長の地位を追われるが、リムユホクが共産主義者たちの一斉検挙を命じたため、リーは初期長に復帰した。リーが次の選挙に備える間、党内の共産主義による脅威は一時的に取り除かれたが、これと同時期にリーは、 共産主義陣営のリーダーである本チョンピクと初めて密会の席を設けた。1959年6月1日の総選挙で人民行動党は51議席中43議席を獲得した。シンガポールは国防と外交を除いた国内問題に関する自治権を得るようになり、6月3日にリーは主席長官だったり無友北に代わって、 シンガポールの初代首相に就任した。首相に就任する前には、リム友北政権下で逮捕されたリムリンシオンとデバン、内の釈放を要求して、実現させている。リーは、教育や住居、失業など様々な問題の解決に取り組み、住宅問題に関しては、住居及び開発委員会を設立した。マラヤ連邦の首相であるラーマンが、1961年に、 マラヤ連邦とシンガポール、サバ州、サラワク州を含む連邦の形成を提案した後、リーはマラヤ連邦との合併を実現するべく、イギリスの植民地支配を終えるための運動を開始した。そのために、1962年9月1日に実施された国民投票の結果を利用し、そこでは投票者の70%がリーの提案を支持したという結果が出されてり、 住民の大多数がイギリスからの完全独立を望んでいるということを如実に表していた。B はこれらの運動の間に合併に対して強硬に反対し一説では破壊活動にも関与していたとされる要求派のグループを壊滅に追い込んだ。1963年9月16日、シンガポールは晴れてマレーシアの一部となったが、連邦は短命に終わる。 のによって支配されているマレーシア政府はシンガポールの住民の大多数を占める過人系住民法案とマレーシアにおける人民行動等の政治参加に懸念を抱くようになった。D は公然とブミプトラ政策のマレー人などの土着民を優遇するマレーシアに反対し人民行動等のスローガンとして マレーシア人のためのマレーシアを主張した当時シンガポール島の過人系住民もマレー人も含めてマレーシア人でありマレー人の身への優遇政策を批判したこのことから双方の関係は悪化してしまい脳の中にはリーの逮捕を主張する者もいた人種間の対立は激しさを増し預言者ムハンマドの誕生日である1964年7月21日には マレー人と過人系住民が激突し、23人が死亡、100人以上が負傷するといった事態も発生した。同年9月には、さらに大規模な暴動が発生し、事態の収拾を図るため双方のリーダーであるリーとラーマンが揃って、公の場に姿を見せることを強いられた。食料を含む物資の輸送に著しい困難を来たすようになり、物価が劇的に上昇し、 国民の生活にさらなる困難を招いた。事態の解決は絶望的な状況になり、首相であるラーマンは中央政府への忠誠を示さなかった。中政府とは全ての関係を断ち切るといった方針からシンガポールをマレーシアから追放することを決定した。D は連邦に止まろうと、堅くクな,なまでに打開策を考え続けたものの、失敗に終わった。 1965年8月7日、リーはマレーシアからの分離に合意する文章に署名した。このことは、マレーシアとの合併だけが、シンガポールが生き残るために重要と考えていたリーにとって大きな打撃となった。そして、8月9日にシンガポールの独立を発表するテレビ中継の中で、と国民に語りかけた上で、シンガポールの独立を宣言した。 独立自体がかつてのマレー独立運動の名優であったラーマンからの追放宣言に等しかったこともあって生放送の最中には自制心を失って泣き出す場面もあった。1965年8月9日にマレーシア議会はマレーシアの州としてのシンガポールとの関係を断ち切る決議を可決しこれにより独立国家としてのシンガポールが成立した。 天然資源の欠乏や水源の乏しさ、国防能力の脆弱さなど、リーとシンガポール政府が取り組まなければならない問題は山積していた。自ジジデ伝によると、リーはマレーシア時代に不眠症に悩まされ続け、シンガポールの独立直後は病に倒れたこともあったという。イギリスのハロルド・ウィルソン政権で高等弁務官を務めていたジョン・ロブから、 シンガポールの国家としての資質について懸念されたこともあったが、その際リーはシンガポールについて心配する必要はありません。我々はどんな苦境に置かれたとしても正気でいられる理性的な者たちです。我々は政治というチェス盤の上でどんな行動を起こす際も可能な結果をすべて導き出しますと国家運営に関する自信を述べている。シンガポールは 独立国としての国際的な認知を広めるための活動を開始し、1965年9月21日に国際連合に加盟し、1967年8月8日には他の東南アジア4カ国と共に東南アジア諸国連合を設立した。1973年5月25日にはリーがインドネシアを訪問し、以降インドネシアとは良好な関係を築く。 シンガポールには移民の同化対象となる優位な文化、ナショナリズムがなかったことから、リーをはじめとするシンガポール政府は1970年代から1980年代にかけてシンガポール独自のアイデンティティを作り上げる運動を行った。宗教的な寛容性と人種的な調和を維持することの重要性を強調し、宗教的な暴力や民族のアイデンティティを刺激する。 ヘイトスピーチやヘイトクライムなど宗教、人種によって引き起こされると考えられる、あらゆる脅威に対処するための法律を制定した。多数の死傷者を出した64天安門事件の際には中国共産党による鎮圧に対して私でも同じことをしたであろうと述べ、個人として歓迎の意を表明した。中華人民共和国。 中国と非公式な関係だった1980年代から中国の指導者、東小平とは中華民国、台湾の小渓国総統との仲介役を務めるなど、個人的に親しく、1990年11月に中国と国交正常化で台湾と断絶、2010年にはシンガポールでの東小平記念碑の除幕式を当時中国国家副主席の習近平と共に、 言っている。建国当初のシンガポールは、共産主義者やインドネシア、シンガポールをマレーシアの支配下に置くことを目論んでいたの過激派など、複数の脅威によって立場が脆弱だった。国防面に関して、リーはスイスを手本として、非同盟と武装中立を国是とすることを宣言した。同時、合憲水に国軍創設の準備を命じ、他国に指導や訓練、 軍事施設の設立などでの援助を要請した。1967年にイギリスがシンガポール並びにマレーシアに駐留する軍隊を撤退もしくは削減するとの宣言をしたことに伴い、シンガポール政府は職業軍人以外にも必要兵力を満たすため、2年間の兵役を義務付ける国民益務の実施を発表した。1968年1月に フランス製の戦車である AMX-13 を若干数。1972年には最新式戦車を99台購入した。1969年にはイギリスから BAC-167 ストライクマスターを購入し、天賀空軍基地でパイロット要請のための基礎訓練を実施した。後にシンガポールはアセアン諸国や5カ国防衛取決め締結国。 他の非共産主義諸国などとも強固な軍事関係を築くこととなった。マレーシアから独立して以降は共同市場と経済的な後ろ盾を失い、さらに10万人以上の雇用を創出していたイギリス軍基地が1971年10月31日に撤退したこともあって厳しい状況が続いた。シンガポール政府は国内に世界に通用する 地場企業が存在しないことから外国資本誘致による輸出志向型工業化戦略を打ち立てた。1961年に対外投資を誘致するために設立された経済開発庁は外資系企業を担い手とするべく税制面で他国にも劣らない優遇措置を行ったり安価な熟練工を提供したりするなど外資が投資進出しやすい環境を整備した。同時に 政府は経済の厳重な統制を維持し、土地と労働、資本的資源の配分を管理した。労働と資本、特に労働組合と雇用者側のバランスを取る際に、政府を含めた三者間の協調組合主義の形は、搾取と大規模なストライキ活動が共に集結した時に安定と一貫した経済成長を導いた。空港、港湾、道路、 通信ネットワークなどの近代化に必要なインフラストラクチャーは政府の介入によって改善されもしくは新たに建設された。国外からの観光客を誘致するために観光局が設立されサービス産業で多くの雇用を創出し観光はシンガポールにとって重要な外貨獲得の手段の一つとなった。経済政策に関しては 合計水や本水船などの閣僚によるサポートと政策によって1965年に14%だった失業率を1975年には半分未満の6.5%にまで引き下げた。リーはビジネスや行政、異なる人種間における共通語として植民地時代の遺産である英語、イギリス英語を使用し続けた。一方で、 かご、標準中国語イコールマンダリン、マレー語、タミル語も用語として公認した。公立学校における授業では、英語が使用されているが、同時に生徒自身の民族語を習得するための授業も行われている。しかし、このような言語制作は、奇妙な英語である、シングリッシュが使われる素地にもなった。1979年からは、 過人系住民を対象とした過後普及運動を開始した。これにより放送では基本的にすべての番組で過後が使われるようになった。この結果、過後以外の中国語方言の伝承が妨げられ、現在では若い世代の大部分は方言を流暢に話すことができず、祖父母の世代の人間と会話をする際に若干の困難を伴うことがある。 中国国民党が汚職によって中国大陸で信頼を失ったことをよく認識していたリーは自身が共産主義者たちと戦った経験から清廉な政治体制を貫かなければならないと強く認識するようにな汚職調査局を設置して逮捕の実行、捜査、告発者との連携、容疑者に対する銀行口座や所得税申告の調査など局に 多大な権限を付与する法律を導入した。リーの支援により、調査局は、どのような事件に対しても捜査を行う権限が与えられており、実際に数人の大臣が逮捕されている。1960年代後期には、シンガポールの増大する人口が、発展中の経済に負担をかける可能性があるとして、子供は二人までという家族計画を推奨するキャンペーンを展開し、 子供のいる夫婦からは、不妊手術が受けられるように主張する声が多く上がった。他にも、大卒女性の出産を推奨するなどの優勢思想に、基づく、選別的な教育制度を実践した。回顧録では、他民族社会では、ある民族の知能指数が他よりも低いという仮説は、動かしがたいうつつだったからですと主張している。 マハティール・ビン・モハマドが次期マレーシア首相に就任することが確実となった1978年にリーはデバン・ナイル大統領、当時を通じてマハティールにシンガポールを訪問するよう即た。以降も両者は親密な関係を築くようになり、共に西洋の価値観と対決するアジア的価値観を唱えたことでもこの中は注目された。マハティールは 民主行動等の過人のリーダーとのつながりを立つよう、リーに要求し、引き換えにマハティールはマレーシアにおける、シンガポール人の情勢に干渉しないと約束した。1981年12月に、マハティールは国内を一つの時間帯に統一するため、マレー半島の標準時を変更し、マレーシア標準時、リーもこれに同調した。マハティールとの関係は1982年。 意向非常に良いものとなった。1990年11月、豪直遁に首相の座を譲り、上級賞となった。2004年8月、豪の上級賞就任により、内閣顧問となった。人に勧められて、形成のために解雇録を表し、日本経済新聞、私の履歴書に登場した、1999年1月分、文、回顧録の日本語版は、 日本経済新聞社から出ている。リーク暗有回顧録、上では、原爆投下については、広島と長崎に原子爆弾が落とされなければ、数十万人に上るマレーとシンガポールの民間人や、日本人でさえも、数百万人が犠牲になっていただろうと述べている。1994年に、唾を吐いたり、ガムを噛んだり、 鳩に絵付けをしたりした300万人のシンガポール市民を罰することの効果についての30年間の研究に対して、との名目でイグノーベル賞心理学賞を授与された。1996年に自らがディスレクシアであることを公表し、以来 NPO によるディスレクシアへの支援活動に資材を投じている。2005年には福丹大学より名誉博士号を授与されている。 2007年3月に訪日し、3月22日には、麻生太郎外相と会談した。2008年、一部の国の指導者が、中国の人権問題とチベット問題を理由に、北京オリンピックの開幕式をボイコットすると圧力をかけているが、何の根拠もないものだと、欧米各国の行動に対して、反的な態度を示しており、さらに李は、 チベットに抱く西側の人々のイメージはロマンチックな理想郷でありヒマラヤとダライラマの地だ。しかし中国にとってのチベットは封建社会であり更新地域なのだ。中国はチベットを支配して以来インド的な身分制度や濃度を廃止し医療施設、学校、道路、鉄道、空港などを作り少なくとも チベットの生活水準を上げてきたと語ることによって、西側メディアの中国批判を牽制した。2011年5月14日には、上級省のゴーチョクトンと、二人同時に閣僚ポストから退く意向を表明した。肺炎のため2015年2月15日から入院。その後、感染症により、容態が悪化したことが、同年3月17日に報じられた。 2015年3月23日、シンガポール首相府より死去したことが発表された。没後、日本国政府より、東華大受賞が追贈された。1990年11月28日に自ら、首相を辞任して、以降も、同年に、ゴーチョクトン政権の上級賞、2004年には、リー・ジェンロン政権の内閣顧問を務めるなど、晩年に至るまでに、シンガポールにおいて、 絶大影響力を保った。首相時代は人種差別への反対と男女平等を唱える傍ら、自らの保身と自国の経済的発展を何よりも優先し、学校教育において早期選抜を実施したり、国内における報道や言論の自由を規制したりした。これらの独裁的な国内統治の方法は、 内外から多くの批判を受けたが、シンガポールを大韓民国、中華民国、台湾、香港と共に、アジア四省の一つに数えられるほど、東南アジアを代表する経済大国にまで導いた功績が評価され、シンガポールの経済成長の恩恵に大きく預かった、中高年層からの支持が厚かった。日本経済新聞社記者の大林直は、民主政治は、 最大限に尊重されなければならない。だが、国や国民が重大な危機に瀕しているときは、民主的と言えないやり方にも羨ましさを感じることがあると、シガポールを評価している。第二次世界大戦に関する対日歴史認識についてリーは、日本軍がイギリスに勝ち、白人神話を打ち砕いたと評価する一方で、日本軍の占領政策は過酷で、非人道的だったとし、 占領されていた3年半、日本兵が人々を苦しめたり殴ったりするたびに、英国の保護下の方が良かったと思うようになり、日本人に幻滅したと、日本軍の占領政策を批判している。他の東南アジア諸国の首脳であるフェルディナンド・マルコス、スカルのマハティール・ビン・モハマドラが、植民地解放のための戦争と評価する立場に位置づけた点とは対照的であった。 シンガポールの歴史教科書は日本軍の戦いに対し否定的な立場で書かれている。主な使用言語は英語とマレー語である。辞典によると、過去、復権語は演説が可能であるほど話せるが、幼少期には中国語はほとんど話せず、復権語の入り混じったマレー語で会話していた本人は前述の通り太平洋戦争中に学習した。この学習体験は、として、 一冊の本にまとめられている日本語訳なし。それでも幼少期から使っていた英語などと比べると中国語はそれほど得意ではなかったようである。鄧小平と初めて会談した時は英語を使っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。